え、マジで本当に、虫は知らない。虫は知らない。虫は知らない。じゃあ、あ、やべ、お願いします。あ、じゃあこれあれや。ライブ、ライブ切りまーす。じゃあ改めて僕はスタートしまーす。はい、というわけで始まりました今回のねアマンガスなんですけれどもね、今回はねほとんど実況がなかったので後からナレーターで実況を入れております。ご了承ください。シャドウエイジエキドバップでございます。初手はですね右回りで回っていますが、早速緊急会議ですね。聞いてみましょう。へい。あ、はい、早かったか。ちょっと早かった。記憶家が途中で途切れてしまった。まあまあでも同じく平和に越したことないですわ。まあキルキルタイム稼げるし、まあまあそうですね、うん、全然速攻キルはなかったので、そういうことっす、ね、そうだね。あのこれが開けたら一緒に覚えゲーやりに行きましょうか。そうね、ヤハルさんは私今の数秒間でちょっと白目に見てるので一緒に行きましょう。僕も酒屋さん見てるから、よし一緒に行こうじゃないか。途中からで覚えゲーは。あ、そうそう、途中。じゃあ、私、リアクターに一回阻止されて、やっと、さあ、再開するぞと思ったら、今度これで。マジかわいそうって思いながら。それは。結構さ、カフェで密集されてたからさ、密集キルがあったなと思ったんですよね。ドサキルが怖いやつ。結構密集多かったからさ、ちょっと怖いなと思ったけど。了解です。OK、問題なければ、スピッチしていきます。はい。ちょっと遅れました。あの、配信大丈夫です。全然それはありがとうございます。いや、ありがとうございました、配信。よし。じゃあ、こっからが本番中と、つぶやいておりますけれどもね、こっからが本番という形で進めていきたいと思います。今度は左回りですね。カエさん、シホさんがメドベイにいます。そしてリアクターに先ほどの通りヤハルさん、サクヤさん。で、監視カメラを一瞬覗いて、このまま下に行ったときに。おぉ。おぉ。おぉ。はい。ドアが閉まってますね。動揺していますね。おぉ。そして O2 が鳴る。また動揺する。笑っている。おぉ。おぉ。おぉとは何だ。おぉとは何ぞやと。カナオさんがいて、シュンさんがいる中で、お、死体が発見されました。おほほほほ。はい、聞いてみましょう。虫は死ぬ系が。え、嘘。え、待って。いや、ほら、7日間の命ですから、そうね、地上に出て。あ、それはセミか。それはセミだわ。セミですね、7日間は。あ、違う違う。あの、虫さんは、あの、ストレージの、あの、右下のあそこっす。ダクターストのところで、あそこ、そうそう、今多分ヤハルさん今 O2 の方に下回りで行ってくれようとしたのかな。そうなんですよ、 O2 の方、みんながアドミンの方行ってたから O2 の方行こうと思って下回りに行ったらレポートが一瞬光ってうんと思って戻ったら死んでましたね。そういうことか。そうそう、下行ったのを見かけたから。そう、下行ってなかったら多分分かんなかったと思う。うん、いつ、まあ虫ちゃん最後に見た人います？カナオなんですけど、はい、シュンさんと一緒にシールドの方から、ストレージの方入ってくるまでは一緒にいました。シールドとストレージ、カナストレージ、いつ頃、うん、ね、その酸素枯渇が鳴る前。え、おそう、うん、ちなみにヤッハルサクやシャートは左の方にいたので、でキルは無理なタイミングです。エレクトリカルに多分そうそう、うん、直前キルだったら無理だ、あ、直前じゃない、結構前に死んでたなら無理だと思う。そう、いやでも、うんうん、その前まで生きてたっていう今証言があったから、うん、うんうん、じゃあ、シュンさんとナオさんがそれ見てるっぽいから、うん、ちょっとごめんなさい、整理したいんですけど、エレクトリカルに、はい、ヤハルさん、サクヤさん、シャーと、リカさん。リカいました、いましたよね。いました。あとシホさんいた。はい、シホいました。いましたよね。上の5人いました。はい、で、あとマヤさんとカエさん洗えば。私最初メドベイ行って玄関やって、でその後にナビゲーションの、あ、O2 をやってから
ナビゲーションに行ったら、O2 が鳴って、で、マヤさんと合流して一緒に、O2 に行きました。私の行動としては、カフェテリアから、アドミンに最初に行ってタスクをやってて、で、そこでリカちゃんも一緒に行ってて、で、リカちゃんと一緒のタイミングで出て、で、リカちゃんは多分エレクトリカルに行って、私はシールドの方に行って、シールドにタスクがあったんで、そこでやってた、シールドタスクやって、O2 なったんで、その後すぐにカエちゃんと合流したって感じなんですね。うん、とりあえず全額したら、シュンさんかカナピオのセルフ、あ、セルフじゃないか。いや、セルフはない。ないな。セルフだったら僕になる。ちょっとアドミン見てたんですけど、はいはい。O2 2人いて、で、俺そこがカブトムシさんかなって思ったんですよ。ナビゲーションからストレージアドミンって俺は来たんですけど、そう、その時に分かんなかったから、ただ、時間的に多分エレクトリカルのメンバーでもできるとは思う。あ、マジで。まあ、ほうほうほう、じゃあもう、マヤさんとカエさんでとりあえずペアで動いてもろて。あ、もう一回押した方がいい、今のは。もう一回押した方がいい。決めれるかな、わかんない。ちょっと気になることもあるので、押していただけたら。あ、じゃあ、押します。はい、ではサボタージュにね、早速今度映っているんですけれども、今テーブル回りながらドア閉めしているのは、テーブルに密着しちゃうと A ボタンを押すときに緊急ボタンしか出てこないんですね。なんで、くるくる回ることによって離れてサボタージュの画面も開けるようにしているという状態。そして、クールタイムの回復直前にサボタージュを押すことによって、少しでもインポスターのキルタイムを稼ぐというところ。そして、ベントの中に入って、ヤハルさんを切る、そして隠れるという、ね、手も考えたんですけれども、割とみんなが早めに集まってしまったため断念ということであります。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。かえちゃんありがとう。あ、大丈夫です。さっきのアドミンの話なんですけど、はいはい。はい。俺目線とナビゲーションから、そこでカナオさんとカブトムシさんがいるのは隠せるんですけど、うん、俺の方が多分先にシールドストレージアドミンって来てるんです、はい、でその時のカナオさんの位置はちょっと分からなくて、あ、最後アドミン入った時ですよね、うん、でアドミンになった時の下のアドミンは俺が最速で直していて、うん、でその後もアドミンちょっと見てたんですけど、うん、さんがやられた時のタイミングっていうのがちょっとわからない。いや、でもなんかやはるさんとか私が上行く直前にちょっとそこで立ち止まってたようなに見えたから、若干個人的にはうんって思ってて、ストレージ長い時間についてた気がする。そうそう、私とかシャートさんが多分すぐ上に割と駆け抜けたけど、うんうん、なんか右下側でちょっと やはるさんがストレージのちょうど出口のあたり部分で立ち止まってるのが見かけたから、ワンチャン、うん、それは立ち止まったセルフもあるかなっていうのが、さっきの、うん、だけど立ち止まった理由としては、うん、さっき言ったように、あの一瞬レポートが光ったように見えて、うんって思って戻って下の方に行って発見してるから、うんうんうん、まあそこは見えないところだったから疑われるのも仕方ない、まあ、そうですね、うん、レポートが光んなきゃあれ無理だった、見つけんのは。そうするとカナオ、まあ、カナオさんが直後わからない感じ、直後っていうか、うん、後に行動、あ、その行動分かれた、あとマヤさんが下から上に来てるからちょっと怪しい。まあ確かにな、んだよね、なんかめちゃめちゃ怪しい位置を通って生きてしまったんですけど、マジでそのリカちゃんと別れた後にもう速攻シールドに向かったので、本当にストレージにはとどまらなかったです、はいはい、まあ殺されたタイミングとして、リカさんと、うん、マヤさんが虫さんとすれ違って、虫さんいたかな、ごめん、ちょっとあんまり覚えてないや。うん、カナオさんは、O2 なる前に虫さんを見たって言ったけど、どぐらい前、どれぐらい、ちょっと、ストレージでタスクやっちゃっ
ってたから、あのストレージの上の あれをやってたんで、ちょっと時間空いてるかもしれないです。了解です。そっか、ありがとう。一回ミュートで。了解です。うん、割と、かく乱されております。まあ、今の段階ではね、相方のインポスターがやったということしかわからないんですけれども、まあ、どんな感じになってるかなっていう感じですね。で、ここでなんと、まさかの相方のインポスターと合流ですね。マヤさんですね。なので、ちょっとここはダブルキル狙いでね、さっきのよううやむやにするためにも行きたいと思います。ちょうどカナオくんが出てきたところ、そして奥にシホさんがいるといったところなので、ここでエレクトリカル締めてしまえば、ワンチャンダブルキルは狙えるかなというところ、キルクールも開けたところ。あ、ただカナオさんいなくなって、今度リカさん入ってきましたね。部屋閉じ込めました。お、こういけるか？ダブルキル狙って、キルしたキルした。あとはシホさんをマヤさんがキルすれば、お、しないキルしないキルしない。え、発見された、発見された。どうなるこれは。そしてリポートしたのはマヤさんだ。リカさん、いや、ちょっと待って、それは早くない？死体の場所としてはエレクトリカルなんですけど、はい、なんだっけ、あのタスクをやってたんですよ、はい、で、はいはい、なんか4人いて、私と、しほちゃんかな？しほちゃんと、で、あと、りかちゃんと、シャートさんがいたんだけど、そうですね。で、死体の、ちょっと重なってたから、あれなんですけど、私目線だと、あの、しほちゃんがやってるように見えた。ほう。私、うん。一緒に、まやさんと一緒に終わって、でエレクトリカルのタスクが終わって、前さんと一緒に出ようと思って、一緒に出てって、あ、そうそうそう、降りてったらドアが閉まってたんで、うん、閉まってた。じゃあ誰か殺されたら困ると思って戻ったら死んでたんですよね。メンバー的に私はシャットさんがやったのかなって思ったんですけど、弁当があるんでちょっと何とも言えないです。うん、まあでも上に残ってたなら弁当は多分難しい気がする、はい、うん、目撃者出ちゃうから上に残ってる人がいたなら。で、カナツピオが結構その直前にすれ違ってるね、私とね。あ、僕が出ていきました。で、リカさんがロアの方から来るときすれ違いましたね。うん、そうすると、あ、本当に僕とマヤさんとシホさんとリカさんの4人がいて、うん、まあ、カナピオが抜けてっていうのは僕も確認してて、まあ、僕もタスクやっててって感じなんで、なんかみんなタスクやってって、なんか若干重なってる感じだったから、どうした？ちょっとマジでわからん。いや、どうしたではないか、時間差だから。ではないけど、まあ、ないけど、まあ、でも近い感じはある。から、うん、マジでわからん。どうしたか全くわかんない。その感じだと、しほさんかシャートさんじゃないかな、うん、私目線は。私目線でもそんな感じがします。だから、まやさんが後から言ってるなら、多分、まやさんは厳しいのかなって思うし、うん、で、シャートさんがその上に残ってたっていうなら、弁当はまず多分目撃するからないと思うし。うん。うん、え、死んだタイミングでいたのはシャートさんとしほさんだけなんですか？私は死んだタイミングは見てないです。戻ったら死んでました。まあ、画面開いてたんで何ともっすね、僕は。あのタスク画面がで、僕目線あれは、うん、弁当は開いてないっす。多分ないと思う。見逃しなければ。まやさんは志保さんの後に行った感じですか？あ、そうそうそう、あの一回出ようと思って戻ってって感じ。うんうん、うん、黒くなるか。でもな、マヤさんな。あ、しほさんと、じゃあちょっとシャトさんとマヤさんとカエさん提案でいいんじゃないですかね。はい。はい。じゃあ、マヤさんどっちやりますか？いいですよ。じゃあ、やります。ちょっとね、本当はミュートにしないといけない時間もミュートじゃなかったというところもあるんですけども、これインポスター側としてはかなり辛い状況ですね。シャート・シホペア、そしてマヤ・カエペアとインポスターがそれぞれ、
ペアを組まされてしまっている。これだとねなかなかキルができない状態なんですが、ここからどう打開していくかというところ。しかしこれが志保さんの恐怖の序章に過ぎなかったという字幕が先ほど出ておりましたけれども、リアクターになりまして向かっております。カエ、マヤ、カナオ、志保の順番ですね。そして真ん中にシュンさんがいます。カエ、カナオが上に行く。そしておー今死んだ、今やった、今やった、今やった。セルフレポか、セルフレポだな。どうなる、どうなる。だからダメやって。いや、キル早い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 。え、ドサ、え、ドサです、ドサです。これは完全にドサ。え、誰がやったんですか。ドサ狙いの次はドサか。すげえな、キュ言うと、はい、リアクターなりました。はい、はい、はい。下に僕、マヤさん、シホさん、シュンさんの4人がいたんですよ。容疑者しかいねえ。やばい、マジ容疑者しかいない。え、待って、マジ、待ってこないで、本当に。いいですか、弁明しても。あ、どうぞどうぞ。はい、私、シャットさんの後ついてたんですよ。はいはい、はい、で、ついてって、ついた途端に死んだんですよ。こうなんで、私はシャットさんかなって思います。マヤさんとシャートさんはどっちが先だったんですか。で、ごめんなさい、私は手のひらのあれを押し、あの、開いてたんで、で、押してたから、なんかその瞬間を私見てないんですよ。じゃあシャートさんかな。いやいや、マヤさん、いやでもなんかな、シホさんが、シホさんの可能性もある。シホさんがずっとマヤさん疑わずにシャートさんばっか見てんのかな。なんかちょっとすごい気になるんだよな。マヤさんは誰か。じゃあ、私じゃあ先に釣ってもらって、違ったらシャットさんでもいいですよ。いや、待って、違ったらっていうか、二郎のことも、マヤさんっていう容疑者もいるから、うん、そこだけでやるわけにはいかない。私、ちょっと、マジで、今のだとわからないんですけど、しほちゃんの言ってることが本当なんだったら、まあ、シャットさんかなとも思うんですけど、その、しほちゃんが後から来たって、っていうのも私はちょっと開きっぱにしてたので見てないので、うん、ちょっと判断に欠けるというか、なんというか。シャープさんは誰が怪しいと思います？いや、僕はもう志保さんなんですけど、ちょっとリアクターにカエさん、カナオさん、マヤさん、シャーと志保さんの5人でロアー側から向かってたと思うんですよ。うんうんうん、で上にカエさん、カナオさんいて、マヤさん、シャーとシホの順番についてだと思うんですよ。うん、下側に。まあ、聞く限りそうですね、多分。で、まあ、マヤさん多分開いてたんで分かんないと思うんですけど、僕開いてなかったんですよ。多分、ドサキル起こるだろうなと思って。ああ。うん。で、したら、やっぱり起こったんで、すぐリポートをしたっていう状況なんで。なるほど。はい。うん、でまあ、タイミング的にもちろん全員が重なった状態というか、まあ、近いところにいる状態のタイミングだったんで、うん、まあ、最後に来た志保さんだってやれるっていうような状態。まあ、うん、疑われてもしょうがない。個人的には人数いるうちに3人ローラーっていうのもありだと思うんですけど、まあ、あと確認したいんですけど、さっきマヤさん後に行った、後にいて見つけたって言ってたじゃないですか、エレクトリカルの時、はい、はい、うん、それって志保さんがいて本当すぐ行って押した感じですか、それともちょっと後とかだったりします。ちょっと後というか、自分の目で見て、あーってなってボタンちょっと押すの遅くなったりをした。うん、あ、いや、ラグはあるっていうぐらい。そうそうそう、うん、まあ、いや、そうじゃなくて、志保さんがキルしてる可能性だったら見れたかどうかっていうのが、いやー、いや、これきついな、それはね、見てないかな。なるほど、だからもう、どっちだ。まあ、ペア行動、同じ、お願いします。はい、ちゃんと出てきます。しほさんの誰かが押してほしい。じゃあ、私押す。あ、わかりました。じゃあ、待ってます。いよいよ窮地に立たされたインポスター側かというような状況ですね。また先ほど同様にですね、キルクールタイム、そして緊急ボタンクールタイムを稼ぐために、くるくる回りながらですね、回れ回れメリーゴーランドですね、もう決して止まらないように、サボタージュの時間を見計らっております。そしてまあ、ここは停電でドサキルを狙う三段のようですね。停電のところのサボタージュにランプが、つきまして、残り4秒、3秒で停電になった。カエさんをマークした。カエさんを捕捉してキルした。そしてセルフレポ !2 回目のセルフレポです。こんなにドサキル続く？ドサキル祭りじゃん、今回。怖っ。そんなことある？
カエさん死んだんなら僕はマヤさんっていう感じもしますけど、どうなんでしょうね。私の意見を言わせてください。はい、私が押したわけじゃないんですけど、私あのボタンを押しますって言ったので、カフェテリアの上側で私はずっと待ってたんですよ。はい、で、ました。あの直前にあの照明が消えちゃったじゃないですか。ですね。だから、はい、あの私押せなくなっちゃって、で、あ、どうしようって思った時に、かえちゃんも最初近くにいたんですけど、照明行ったんで、あの下の方に行ったんですよ。で、それはかえちゃんが、それで、そこら辺にシャートさんとシホさんもいたんですよ。やば。だからマジで、あの私ではない。だからやっぱりシャートさんかシホさんだと思う、私は、っていうのが私の弁明です。ただカエちゃんとセットになってたんで、まあ疑われてもしょうがないなとは思います。いやー、でもね、今3人ローラーするわけにはいかないから、この人数でも2ローは確実にいるから、誰かは、だからもうチャートさんかショーさんか釣らないといけない。本当にあのお願いします。マヤさんよりはシャートさん、シホさんの方が今のところちょっと黒要素強いかな。黒よりで、僕はじゃあそしたらシホさんかな。もう一個言うんだったら、あの、カエちゃんとペアで私って言われてるんだから、私が殺したら絶対に私って疑われるじゃないですか。だから、今回に関しては絶対私じゃないと思います。これは私の、あれですね、まあうんまあ。そうですね。停電動作にしたって、いたには変わりないから疑われはする。まあまあ、そうなんだけど、これはちょっとあの、パッションで押し切りたいまで。いいですか？はい。シャトさん喋ります？あ、いいですよ、いいですよ。どうぞ。いいですか？私あの停電になってからシャートさんを見放さないように頑張って追いかけてたんですよ、はい、うんうん、追いかけた、うん、あの、うん、一緒に行動しようと思って追いかけたんですよ、はい、でもう、あ、やばい、一人になっちゃった、スッてシャートさんが入ったら死んでたんですよね、カエさんが、うん、まあ、なるほど、うん、ずっとシャトさんしかあの押してなくて、本当に私疑われてる、疑われるのもしょうがないんですけど、本当にお願いします、私はシャトさんだと思います、本当に、まあ、まあまあメンツ的にそうなりますよ。私、マヤさん、シホさんの3人の中でっていう感じで来てなんで、まあ、3人とも同じぐらい疑われてるんでね今、うんうんうん、そうそうなんですけど、私がもう着いた頃には死んでたんで、かやさんが、まあ割れないことを祈るしかないですね、これは。割れた時点でもうなんかほぼ負けてか、うん、負けかけ、そう、ね、まあ、ダブルキルで終わるから、うん、いや、かんだかんだかんだ、じゃあ、あ、じゃあ入れます、はい、お願いします。うわ、うん、いや、これで違ったら怖いな、いや、違ったらすまんって感じ、違ったらマジごめんなさいって感じですね。志保さんの懇願むなしく、見事インポスターの策略通りに志保さんが追放されてしまいました。ここであとインポスター側は1人キルすれば勝利というタイミングになっておりますけれども、キルクルタイムがあと20秒は25秒ありますね、ここで、電気室を閉めるさんの、あ、やはるさんが抜けた、おそらくこれは遅延ですね、遅延ディレイの兼ね合いでやはるさんが先に抜けてしまっている、ただしそれに気づいてないインポスター、カフェテリアを閉めればワンチャンあるもののストレージを閉めてしまった、これは間に合うのか、5秒4秒どちらがキルするか、どちらがボタンを押すか、ボタンを押したのはやはるさんだ、ありがとうございます、あざます、ありがとうございます、いやこれ、うん、私間違えちゃった、間違えるとこじゃないよ、キップ押しちゃった手続きすぎて、これはスキップが間違いっていうのがもう、え、だってシャートさんに入れ、シャート氏の懇願も虚しく同じくですね、こんなシャート氏がつらいでしまいましたけれども、ここであとインポスター側がワンキルを起こして、さらにもう一人間違えた人を釣ることができればインポスターの勝利、ただし、今容疑者位置に上がっているのはマヤさん、そして、第一の殺人に対しての容疑者としてのカナオさんですね、その中でですね、一部屋ずつ
こう部屋を閉めるというテクニックですね、まあ、まさにインポスターの全集中サボの呼吸といったところでしょうか。そして今、エレクトリカルのサボタージュにランプを点灯させて、おお、キルが起こった、キルが起こった、キルが起こった、カナオさんが発見をした。さあどうなる。マヤさんがやりました。うん、見事ですね。暗くなった瞬間ですからね。本当に見事です。これは見事としか言いようがないですね。そうお見事でした。ちょっとなので僕次第ですよね、これはね。あ、そうです、そうです。あ、まあカナオさんは私だと思うんですけど、まあもうそこはもうお互いって言うし、そうそう、言うしかないですよね。まあ私のちょっと弁明をさせていただくと、うん、私の方がカナオさんより先に行ってたので、だからカナオさんがやりました。うん、あの僕が見てた感じだと暗くなった拍子にそのふっと戻って咲夜さんやってましたよね。ちょうど視界が狭くなる直前ぐらいに。いやマジでこれは違う、本当に。でも実際マヤさんずーっと、うん、一応容疑者リストには一番最初から浮いてるんですよ。まあ、いやでもあれは、まあ、それはカナオさんもなんですけど、きっと。まあすいません、そうですね。一戦目は特に残ってるメンチとしては、うん、カブトムシさん殺しがどっちもできるんで。そうなんですよね。ちょっと悩むんですよね。シュン君の話を思い出すと、そう、あのカナオさんも虫さん殺せるから、私は位置にはいるんだ。そうそう、てか私の方がカエちゃんと会ってる、あのリーちゃんと行った後にカエちゃんと会ってるので、一人でいる時間がほとんどないので、うん、まあそれはでも僕にはわからないことですから、うん、まあまあまあ、そうね、確かに、うん、それは間違いないわ。ちょっと悩ましいんですよね、だから証人がみんな死んでしょうか。どうしようかな。咲夜さんは完全に白目で見てたからな。そこをやられたらな。まあ、咲夜さん残ってればな、ワンチャンあったのに。うまいな、本当に。そう、うまいんですよね。うまいのって、どちらかというと、カナオさんじゃなかったでしたっけ。上手じゃないんで、マジで。本当に、まだね、初心者なんで。僕4回目ぐらいですよ、やっと。え、私も4回目ぐらいっすね。もうダメだ。まあまあまあ、今のはちょっとねふざけましたけど、でもまあ私の意見としては本当に私の方が先にカナオさんより言ってたのでっていうところとって感じかな。まあ私はもうカナオさんに入れなきゃいけないんだよな。どっちかに入れたなきゃいけないんだよな。まあ賭けですね。賭けっすな。いや本当にカブトムシさんの思い出してくれ、本当に。いやカブトムシさんのやつはマヤさんもできるんですって思い出しながらめっちゃ今悩んでるんですって。そうなんだけど、えマジで本当に虫は知らない、虫は知らない、虫は知らない。マジで。うーん、これ間違ってたらごめんなさい、私が先犯ということで。見事カナオさんに押し付け、インポスターの勝利が確定しました。それでは皆さんの声をお聞きください。実況はシャートでございました。ペースやお。マヤさん、マジナイスだ。マヤコさん、マヤコさん、マジか、マジか。シャートさんとカナオさんとだと思ってたのに、行けたと思ってたのに。ちょっと一発目の白を証明できなかったのが本当申し訳ないけど、マジで。カノさんか、カノさんから、カノさんもいやごめん、信じきれんかった。カノさん、大丈夫です。まちゃ見てない、シホさん疑ってごめんなさい、めっちゃ白かった。言うたやんけ。いやめっちゃシホさん白かった。ごめんなさい。シホちゃんはね、シホちゃん待って、なんで私は疑われてるの。そう、シホさんと最初に死ぬ予定だったんですよ。リーちゃんとそうそう、私が殺すボタンと通報ボタンを間違えたの。なるほど。そう、4人だったから、私とダブルキルしようと思ったらっていう、そう、そしたら間違えて通報しちゃって、ああと思って。SHE to the AOT Shot MC on the kid of pop of peace